はい、次はですね、ミスター M さんからお送りいただいたノウハウコレクター歴28年の私が稼げない理由ということですよね。まあ、ノウハウコレクターは何年やっても稼げないんで、ノウハウをね、やっぱりこう使っていくってことで、この動画の最後に作業をこなすだけではなくて、やっぱりテスト、検証を繰り返していくんだぞってことが書かれてまして、とってもまとめ方としてはね、いいものになっていたと思います。まあ、それで前半の方なんですけども、就職についてちょっと語られてましたけども、ちょっとここでね、普段の就職とちょっと違った考え方を入れると、あ、ちょっとこの人、普段なんか他の人と違うなって思わせる効果があるんですよ。だからそういうのをね、ちょこ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 挟んでいくと、動画の効果っていうのはね、さらに、大きくなるのかなと。要するにこの最初の1分とか30秒でチャンネル登録するかどうかっていうのは決めますからね、多くの視聴者さんっていうのは。ですね、最後まで見てもチャンネル登録しないっていうのは、まあやっぱり前半が全てなんですよ、つかみが。ということなんで、じゃあ具体的にどうすればいいのかってことなんですけども、就職の有効求人倍率ってあるじゃないですか。あの指標ってもうすでに私は古いと思ってて、というのが多くの人が仕事を探すときに、すでに存在している会社とか仕事の中から選択肢を見てるんですよね。だから有効求人倍率とか年齢いったら難しいって話になるんですけども、でも私の場合はそうじゃないんですよ。新しいビジネスを作り出していって、新しい選択肢を作り出していって、自分でそのマーケットに入っていくんですよね。まあですんで、あんまり世の中の求人倍率ってのは関係ないんじゃないかなと思うんですよ。例えば50代でしかできないものっていうのがあります。例えばね、弁護士さんとか行政書士さんって20代とか30代の若手ってあんまり仕事を取れないんですよ。50代ぐらいの人の方がお客さんから受けがいいんですよね。まあ、ですんで、あえて40代過ぎてから資格を取る方もいるみたいなんですよね。それとか、公務員さんね、学校17年以上を、例えば教員を17年以上やってると、公務員17年以上やってると、自動的に行政書士の資格がもらえるんで、でそこから開業するみたいな方もいらっしゃったりとかね、なかなか面白いなっていう風なアイデアをこう話していくんですよね。で、まあ、ちょっと余談なんですけど、具体的に私がね、どんな仕事を選ぶかなって思うと、インターネット宗教とかね、そういうのでインターネット宗教サミットみたいなんで、いろんな例えば信者さんが3人以下の宗教って結構あるんですよ。でそういうのでサミットやるみたいなね、そういうマッチングの仕事を、まあ、やろうかなと思ったり思わなかったりとかね。あと、そうですね、ノーマネーマッチングっていうのがあるんですよ。それはですね、誰もお金を出さないけども、お互いの要求をみんなでこなしていくって感じです。例えば美味しいグルメを教えてっていうふうなのを、まあ手を挙げるわけなんですね。そしたらこっちの人は犬小屋を作ってくれないみたいな要求があるんですよ。そうするとその中でね、あ、自分は犬小屋はタダで作ってあげるよっていうので作って、まあ、発送するみたいなことがあったりとか、じゃあ美味しいグルメのサイトを作ってあなたに提供しますよっていうのがマッチングしたりとかね、みんな無料なのに自分の要求が満たされるみたいなマッチング、サイトとかね、マッチングアプリとかを作っていくっていうのも、まあ一つの新しい仕事なのかなと。要するにね、まだね、誰も思いついてないビジネスを作っていく時代だと思うんですよ、これからは。で、既にあるビジネスを上書きするとかね、その既にあるマーケットで戦おうと思うと、やっぱりね、過当競争に巻き込まれることは拭えないんで、いつも自分がクリエイトしていくっていう風なのが、これからの就職の仕方なのかな、稼ぎ方なのかなと思っちゃったりね、するわけなんですよね。ということで、ちょっと余談になりましたけども、動画の方ですけどもね、最初はやっぱり時事問題で、つかみをしといて、最後にね、まとめで、作業をこなすだけじゃなくて、テスト、検証を繰り返していかないと結果出ないんですよっていうところで、とてもよくまとまってるんじゃないかなと思いますよね。本当にありがとうございます。じゃあ次回もね、楽しみにしております。